第1回ショータイムスキンズマッチ。ふう。今日のゴルフ場なんですけども、ゴロウェイゴルフクラブに来ております。で、今日はスキンズマッチということで、まあ、各ホールに設定された賞金を取り合っていくという感じのゲームをやっていきたいと思います。で、今日のスポンサーなんですけども、また3匹の菅田動物園さんから、はい、いただきました。ありがとうございます。1番から6番までが4000円、7番から12番までが6000円、13番から17番までが8000円で、最終ホールが5万円、合計15万円となっております。1人勝ちしたら賞金をもらえるっていうシステムで、誰か2人が同じスコアだったらその次のホールに持ち越して、どんどん持ち越してっていう感じでやっていきたいと思います。とにかくバーディーをいっぱい取れっていうゲームですね。はい、スペシャルゲスト、今日のスペシャルゲストそういうことどうもリンゴルフのカイトです。はい、いいのかな、リンゴルフのカイト。いや、今日はショータイムゴルフのカイトです大丈夫これ、多分大丈夫多分大丈夫いいよ、怒られるの俺だから初めての賞金があった。いや、楽しみですね。どうすか。いや、もうちょっと緊張してるんでね、飛ばし屋ばっかでやりにくいっすわどんぐらい稼ぎます。まあ、4000円稼げたらいいんじゃないですか。謙虚4000円稼げたらいいでしょとりあえずコツコツ行きだけ今日の意気込みは。いや、今日はもう全部取ります。全部15万。いや、嘘最終ホールに全てをかけましょうそれで行きましょう。はい、どうですか今日の意気込みは。今日の意気込み、もう調子がここ4、5年いいから一ホールもね、渡さないで済むんじゃないかと。なるほどね。ね、なるほどね。僕を刺してたからですね。ああ。一番318円。なんでみんなそんな半袖なの？ポッキーの次の日だから寒いはずなんだよ。寒いね。天に。ナイス。あそこ広いの、もしかして。これブッシュに通じってる。あそこ広いの、あれ越えたの。何が？あのブッシュみたいなの越えたの。ブッシュみたいなの越えたら広い。ナイスプレー。いや、もう全部によって得た勝利。ちょっと待って、何？あ？何？なんて？いや、もう持つクラブがおかしいって言ってんだよ。レイアップによって得た勝利なんて敗北に等しいから。はい、分かった。それではどうぞ。はい、気をつけます。お願いします。お願いします。はい、あ、いいじゃん。ボール忘れた。完璧。大丈夫なの。うん、大丈夫だよ、林だよあ、俺先行く大丈夫の概念すごいとこ当たったんだけどでもグリーンの手前ぐらいまで行ったんじゃん。いや、全然当たってない。分からんけど。お願いします。はい、お願いします。左からね、ちょっとアゲンストなんでちょうどいいかもしれないです、ね、それ俺の前で行っちゃう。あ、そう、フォローになっちゃうか。うん、グリーン越えちゃうかもしれない。あれは何なの。林だなまあ大丈夫でしょう。はい、お願いします。翔さん、今日朝練習場でね、あの練習しちゃってたから。またパンプしたんじゃない。触れてるから今日稼ぎに来てる。稼ぎに来てるから。おいいね、稼ぎに来てるね。これ乗ったわ。乗ったじゃん。ナイスオン。ありがとう。ナイスオン。はい、ナイスオン。今日の意気込みをじゃあ聞いておきましょう。今日？飛ぶ人ばっかで、もう僕以外全員飛ぶから、ちょっと飛ばないなりのゴルフをしっかりやっていこうと思います。そう、勉強した方がいいよ。はい。飛ばないなりのゴルフ、ね、俺らに惑わされてるような。そうそう、俺もそう思う。本当にもうね、緊張しますもん。初めてのショータイムスキンズマッチカップ。ショータイムゴルフは
ショータイムゴルフは1回出たから。あれパターだな。ああほぼの。ちょっと違いすぎて俺ついてきた。賞金度外視だな。え？違う、俺は勝つためには手段を選ばねえんだよ。それ勝つために。そう、これ勝つセッティングだから俺の。これ俺の勝つセッティングなんだよ。セカンドショット。50ヤード。58度。何そのいやらしい打ち方。あ、弱い。弱い。46ヤードぐらいかな。60度。うん、柔らかい。あー、止まんねえ。止まんないね。全然止まんないね。グリーン早いね。まあまあまあ。衝撃。しょうがない。多少帯だった。帯だった。帯だった。いや、あったとしても行動。行動でしたね。あ、行動だったね。え、ないの？あ、帯だった。場外です。惜しかったね。あれセーフだったらここバーディーだったんだけどね。ショートさん2打目。柔らかい。おお、入るよこれ。入るよ。ナイス。はい、どうも。これどっから打ちゃいいんだ。オッケー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。ありがとう。15万円獲得。15万円もらえた。あれ？グリーン早そうだよこれ。グリーン結構早かった今。びっくりした。弱いかなと思ったら。攻め打ち。攻め打ちてる気。まだやるの。打つ必要ない。あ、そうなの。あ、オッケーオッケー。カモン。はい、オッケー。攻めてねえじゃん。カートバリだと左スライスかな。切れない。はい、俺のゲット、俺ゲッツ、幸先。はい、はい、ありがとう。面白くな。でもあいつはね、ただ一ホール目 OB 打っただけっていうね。OB 打っただけで終了。ナイスバーディー。これが噂のドライビングパターか。半端じゃねえな。池まで本気出せば行くんじゃない。400ヤードぐらい。本気出すわ。うん、出してくれ。本気出したね。明るさ見てね。まあ、なんとも言えない。これで。ボールじゃない。この輪っかで。ボールじゃないけど、もっと右だったよね。暗くなった。そうだな。ワオ。あ、一緒だね。一緒だね。下手だね、みんな。みんなこうだね。みんなこっち、林の中。出だしでダフってたくせによく言う。下手だ。ちょっとリンゴルフで売れてるからってな。まあ、生意気だな。ここでマンブルしないとかダメよ。なんか安全にフェアウェイに置くみたいな。安全にフェアウェイとか本当にやめてほしい。罰金な。うん、罰金45万。元取れないじゃん。僕まで輝くか。いや、置きに行きやがった、こいつ。置きに行きやがった、罰金だ。めっちゃ置きに行きやがった。ダメだよ、今日。うわ、最低だ。見て、これ。マンダフリ。ダメだよ、今日も。あら、なんて、そんな言い訳通用しねえよな。通用しねえな、あれ通用しねえよ。笑いながら打つしかねえんだ、お前。
6番あ、いや、傾けてるから5番。うん、上げてるね、200ヤード、だいたい君は池の、池越え。おお、素晴らしい。届いた届いた、ナイス。あのブッシュの裏行った、うん、ブッシュの裏、届いた届いた。よっしゃナイス。ちょっと出す、ちょい出し。セルギのセカンド、おー、ちょい出し、ナイスアウト。ちょっと今根っこにバウンドしちゃったね、うん、あった？ねえねえな、開いてんな。どこが開いてんの？いや、あそこえ、なにこれ、残り150。あそこってこと？うん、いけるわ。これ腕を折りかねねえな。え、カンノも、カンノもない。俺行け。本当。これ入れればバーディー。うん。まあバーディーの可能性。ああ、バーディーの可能性あるわ。よし。1番。140ぐらい。45ぐらい。45。いいよ。で、マンデカ。やばいかもしれない。もうじゃあ何、あいつに太刀打ちできるのは俺しかいないってこと。そうだね、俺入れればバーディーだろ。入れればバーディー。外れたら拾うわ。え、俺帯。100ヤード8番。はい、どうも。俺しか持ってきてないんだよ、しょうがねえだろ。待って、これ入ったわ。でけえでけえな、負けた、負けねえな。あ、カイト、すいません。ナイス3人とも3人 OB じゃない、1人いけ。あ、ハイブリッドパターンだ。いけないちゃうよ。完璧だ、完璧だわというわけで4打目、これ難しいね。あー、転がっちゃうね。 10.8 フィート今日。カイトの3打目、早いね。まだ分かんなくなった。うん、まだ分かん。テルキのパーパット。はい。上りスライス。グリップがいい。うん、グリップがいい。スライスじゃないの？ツーパットフォーウィン。調子いいよ。調子いい。うん。調子いいの。俺も調子いい。あ、そう。ナイスバーディー。4000円。ナイス、ナイス。はい、ナイス。調子いいね。このバンカーの砂がもうちょい柔らかかったらな。ちょうどこう、この傾斜で行けたんです。だな。はい、8。164。俺がついてるからフォロー。風はフォロー。うん、いいね、左だね。ああ、バンカーだ。翔太ちょっと練習しすぎたんじゃないの？練習したわ。うん、練習しすぎだよ。9番で。9番。おー、いいね。ナイスバーディー。
ナイスバーディー。飛ぶ方できるか。うん。弱いな。来てよかった。やっぱ俺後ろにいねえからだな。そうだ。そうだよ。なんでいてくんないの。作戦なんだよ。作戦コントロールしてない。うん。何番。7番。7。飛ぶ方の。飛ぶ方の。おお、いいね。あった。インフィニティ。8番です。いいね。いいね。いいわ。めちゃくちゃいいわ。答えが効いてるね。バンカー。なんだ今のスズメ。ドンツーって凍ったグリーンみたいな。いや、その後距離はないけど、すごい難しいよ。うん、トリッキー。すごいね、このバンカー。2メーター4センチのさ、翔太さんでもさ、すっぽりだよ。ない。早いグリーン。グリーンが早い。マスターズ。まだ俺グリーン経験してないんだよね。そっか。うん。テルキナイスパー。なんか俺がグリーン乗る前に決着がついてんだよ。よくわかんないけど。これは？バーディー。バーディー。ナイス。全然バーディー。全然バーディー。全然バーディー。外れたら？パー。来るか。ナイストライ。消化して、俺も消化してって。残念。いや、いいグリーンだね。いいグリーンだな。早い早い。ああ、いいグリーンだね。いいグリーンだな。ああ、いいや。ショースさん、またパター変わってる。ね、パター変わってる。いいグリーンだ。そのインチキパターどうしたの。そのヘッドなんすかそれ。あ、でも前回った時あれだったよ。あ、コロコロ変えるんの。こんなヘッドあんの。こんなみたいに。これは嫌だよ、一応。長いよ、今回、スポンサーをしていただきました3匹の菅田動物園様、2回目のスポンサー、ありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。